はい、どうも、スバター7年中央でね、皆さん、こんにちは。買ってきましたよ、この、ドラゴンボール Z 人造人間18号のプラモデル。実はね、これ発売されてることにね、気づきませんでした。昨日ね、タムタム行ったんですよ、タムタムしね。タムタムし行ったら、たまたま売ってたんですよ。うん。たまたま行ったらたまたま売ってたんだけど、だから17号と18号売ってて、まあ、2個はいらねえなと思って、まあ、どっち買おうかなって言ったら、まあ、18号にね、なんか、18号のみに特典がついてるっていうから、買いました、18号。で、ちょっとね、俺思ったんだけど、割高だね。フリーザーがね、まあ、2016年に発売されて、2200円。うん。まあ、見せたと思うけど、中。まあ、こんな感じだね。うん。こんな感じです。ランナーはまあ、1、2、3、4。まあ、5枚ぐらいかな。うん、6枚か。うん。まあ、割高なんだよ、ちょっと。ドラゴンボールのプラモって。まあ、こんな感じなんだけど、これ2200円だったんだよ、フリーザー。去年発売されて2200円。なかなか買えなかったんだけど、18号は2500円なんだよね。高くね？だってこのガンダムバルバドスルプスレプス、このキット、1400円だからな、これ。フリーザーちょっとあっち行っててもらって。これ1400円なんだよ、これ。1400円、2500円。で、箱の中はこれ、あれだよ。さっきフリーザと品何年ぐらいもう、みっちり入ってるからね。ほら。こんな入ってるよ。ほら。いや、ちょ、割高だよね。ドラゴンボールのプラモは。どういうわけだか知んないけど。まあ、そんだけ売れると思ってんだろうね。で、はい。で、18号のプラモなんだけど、ちょっとこれね、箱もね、フリーザのよりね、ちっちゃいんですよ。ほら、比べてわかるでしょ、ほら。ほら、あ、もうちっちゃいのに、ずいぶんなんか高めなんだよ。で、まあ、特典が入ってるんだけど、18号には。まあ、こっちはこっち、なんかなんだっけ、初回限定同封でこのヒーローズカード入ってて。まあ、18号はね、まあ、開封してみようか。はい。まあ、説明書、入ってて、こんなんね。うん。説明書入ってます。で、あと、まあ、ランナーが、まあ、1枚、2枚、まあ、こんな感じで。火が少ない。こんなもんなんですよ。これと、まずこれ。これだけ。たったこれだけ。これ、ポッチしか入ってない。あと、初回限定で、18号をイメージした、パンティーが1枚入ってるっていうね、まあ、ことなんだけど、まあ、これだけなんですよ。高いなと思って、ちょっとね。非常にこの、ほんと、これだよ？ほら、これパーツ入れ忘れねえんじゃねえのっていうのは少ないんだよね。あと、まあ、18号をイメージしたパンティーが入ってるっていうことで、はい。そう、非常に高いなと思って。うん、だって、17号と2個買ったらさ、5000円だよ？2500円、これ。で、17号も入ってて、ね？2つで、まあ、2個買っちゃったらね、5000円なんですよ。5000円はちょっと高えなと思って。俺高いと思うよ。皆さんはね、どう思ったかな。まあでもほら、出来はね、んな悪くねえから、うん、悪いかもしんない。なんか顔が変なんだよ、ちょっとね。なんか顔が似てねえんだよ。あんま。なんかフリーザの時もやってくれたけどさ、やってくれたよ、フリーザ。似てねえか、似てないんだよ、ほら。ほら、こんな顔してなかったでしょ、フリーザ。多分、外人行くするように、多分、アメコミっぽくしてんのかな、顔。あ、そうそう、17号はね、もっと似てないから、これ。うん、いや、もうやっちゃったね、これ。誰みたいなね。うん。はい、ちゅうことでね。まあ、このね、人造人間18号。初回限定のみ、18号をイメージしたパンティーがついてるんで、まあ、欲しい方はね、うん、早めに買った方がいいかもしれないね。ちなみにね、嘘だから。入ってないから。画製ね、嘘だからね、入ってないからね、お店行って、すいません、18号をイメージしたパンティーが入ってますって言わないようにね、これ、勝手に俺はこれ、島村行って買ってきただけだから、このネタのためにね、はい。ということでね、絶対に、店員のお姉さんを困らせないようにね、はい。まあ、そんなね、頭の悪い子はいないと思うけど、はい。ということでね、スパーターでした。じゃあね、はい。